はようございます。おはようございます。早速ね、多分感づいてると思うんですけど、企画を発表させてもらいます。ネクステで一番モテるのは誰だ？ネクステデート。出たー。来ました。はい、行ってきましたか。トモさん。俺。つい来ました。なんで俺に注目？相馬さんだともう大興奮間違いなし。ええどういうこと？の方を来たか。えとうとう、えとうとう、はい、わかると思うんですけど、時代が来たか。もう時代が来たか。これはやばいな。神回だな、これは。神回来たな。塾の5人完全に来たね。うわ、もう分かってると思うんですけど、はい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 、ニューハーフの方を確定してるやん。確定してるやん。そう、すごっ。助かります。やっぱこれはやっぱ最高なんですか？だってもう夢の世界でしょ。まあ、だってハーレムですよ。未知の世界。未知の世界でしょ。逆にいけるんですか？逆に緊張しないんですか？いや、今緊張ももちろんすると思う。5人来るわけですよ。はいはい、確かにやばっ。まあでもどのレベルのニューワールドの方なんですかね。なんかその、いや確かにね、いろんな人いるじゃないですか。確かにこんな女性にしか見えないような人いればみたいな。そうですね。確かに。いやでももうなんかちょっとみんな緊張してるもん。いや正直しますね、正直。いや、するっすよ。そんな顔してたらもう実数5対1になる。実な。いいけど別に俺は、ね、今回だから相馬さんは結構有利なんじゃないかな。だいぶ強いな、今回。確かにね。だって好きなタイプがニューハーフっていうのを公認してるから。それは強いっすよね。まあね、こんなね言ってますから、まあ、いやマジか、とうとう来たか、時代が、はい、でも相馬さんが好きなだけで別にニューハーフの方からモテるとは限らないですよ。それな。そうだね。それはどうなんですか？それは正直言うと、だから俺はほらお店とかも行ってるじゃないですか、はい、俺お店で言われたのはやっぱロケマサ推し。ありがとうございます、じゃあ今日僕強いかもしれない、あとはヒカル推しもいたんだ人。あー、なるほど。ヒカルチャンネル見てる人多かったっす。基本 YouTube 見る人結構いたんで、イケメンがなんかいつもと変わんないじゃん。だってそれプレイ終わった後にロケマサ紹介してって言われたから。本当です。楽しみですね。いや多分どうなんだろうな、本当に。いや確かにね。やばいなこれ。波乱が起きるかもしれないですよ。本当に明け止めだなこれは。どうやってやっと2023始まったな、やっと。最高のスタート。いや最高のスタートですね。俺ってかなんだか初めて会うかもしれないです。ニューハーフの人と。おマジで。そうなの。はい。人生初です。あんまないかな。会うことない。会うことない。ほんまに少ない。なるほど、少ないんだ。なんかそのゲイバーの人とかやったら。ああ、そうか。多分そっちじゃないでしょ。もうガチで。もちろん女の子でしょ。もうそうそうそう。マッチーちゃんも分かんないってことですもんね。そうです。確かに。人とは関わったことないですね。ですよね。まあでも本当人間対人間だから。結局ね。あとなんかその先輩方で探してますけど、そんなこともなさそうですけどね。正直。いや、頑張ってあげてる。だから人間対人間だから、もう結局あんま変わんないんだよ。正直。うわ、来た来た。緊張感がすごい。いや、どんな感じなんだろう。マジで初めて。最初の一声が駆け足だったな。もうね。おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。え、かわいい。かわいい。え、めっちゃかわいい。マジですか。ありがとうございます。今日めっちゃ寒いですね。あ、寒いですね。ちょっと待って。照れてるやん。照れてるやん。なんやねん。何や、めっちゃ下、鼻の下伸びてました今。あいつ。おはようございます。始めます。始めました。綺麗。え、すごい。え？よろしくお願いします。お願いします。真ん中。あ、そうですよ。え？知り合いなんですか？あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。え？抜け駆けしてる。どういうことなの？どういうこと？抜け駆けしてる。ありがとうございます。え、ちょっと待って待って。まず言う。どれ？今どれ？抜いた方がいいですか？大丈夫ですか？あ、はい。名前だけもらっていいですか？一旦。矢上サラです。おはようございます。矢上です。よろしくお願いします。サラです。タカポンの紹介で。そう、タカポン経由で。堀江さんの紹介で。はい。みんなでご飯食べさせてもらって。そうそう、なんかあの堀江高文さんと私なんかお仕事も一緒にしてて、なんかあの寿司屋さんタカポンがやってるんですよ。タカポン。慣れない。やっぱり。俺はなんかタカポン。ホリエモンさんとちょっとお寿司がお寿司屋さんやってて、でなんか一緒にコラボしようよみたいになって、じゃあ私店長やるからタカポン副店長やってよ。コントみたいな。そう。で私が店長とかおかみで着物着てやって、そのなんか私服のホリエモンが横で微笑みながらさっき飲む。ろくに嬉しそう。でも顔エグい。こんな顔なかった。似合いすぎてて。ちょっとこんな。
はい、まさか一発目でっていう、びっくりした。そんなにも有名なんですか。いやそう、っていうかもうこの前会ったばっかですよ、ね、本当に先月、すごいすごいすごいわ。やっぱ兄貴てかこの距離で見ても女性にしか見えない。本当に衝撃的やけど、マジで嬉しい。でも楽しそう、今日めっちゃ楽しそう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ございます。お願いします。二人に来ました。おっさん。確かになんかちょっと変わったな。あいつのリアクションもなんかちょっと映画の時野原ひろしみたいな。ちょっと気合入っとる。なんかね。ちょっとなんか俺行くぞみたいな時の野原ひろしの顔してますね。モテ落としてる。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。緊張してますよ、ちょっと。緊張してます。自己紹介いいですか。はい、ゆあです。よろしくお願いします。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 知ってない、知ってない。あ、僕多分面識ないですよね。はい。はい、すみません、本当に。はい。普段は神奈川の向こう側丘遊園でニューハウスパブ。仕草が女の子だ、間違いないです。あの下はアリなしで、はい、あ、なるほど、アリなしか、アリなしで、サオアリ、タマなしってことです。サオはあるけど、タマがないんですか。そうです。予習してこいよ。アリなしって、なしなしもあるし、アリアリもあるし、なるほど、すごいです。それはもう、専門用語みたいな感じですか。そうなんですかね。そうですね、ニューハーフ業界だと部活すぎて、部活すぎて。今年の4月に性転換一応しました。めちゃめちゃ最近じゃないですか。もう3ヶ月後に取っちゃいます。はい、さらにさらに、すごい、なしなしになるってことですか。あんまりこの動画で宣言するじゃない。すごい、どうして反応してる。俺らの反応がさ、でもそういう時って俺が聞いてるどう反応すればいいっていうのは俺も結構難しくて、なんかありがとうございましたなのか、ありがとうございました、おかしい、確かにちょっと反応難しいですね。その経験がなさすぎて、自分たち。お願いします。これよかったらね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。こんにちは。こんにちは。本物の前さんだ。ちょっとやらしい。やらしくはないです。なんかちょっとなんかすごい清潔感で可愛いんですけど。ありがとうございます。可愛いよね。なんか前さん可愛いっていうなんか。どんな会話してるんですか。タコイヤ。確かにね、本当にタコイヤ。お願いします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 。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、すごい色とりどり。自己紹介。一ノ瀬ラムです。よろしくお願いします。ラムさん、知ってるんですか。知ってんすか。知ってそうですよね。めっちゃ知ってる。お久しぶりでございます。なんだ。どういうことなん。来たか。宿命だ。久しぶりですよ。久しぶりです。どうもごめんなさい。でも実はみんなその時知ってるんですよ。カンコレの時に僕が帰りに電話したの覚えてます。誰に？あ、はいはいはい。電話したの覚えてます。ああ。あの時の方です。あの時大阪行ったってこと？あ、そう、大阪に仕事で行っていて、で最終枠で緑髪の人来たなって。あ、なんか。ああ。でもなんかでも最初はやっぱりちょっとお客様なのでお仕事のこと言わ触れないようにしてたんですけど、ちょっとこう徐々にこう入れてったらあのお話ししてくださって、ズミってことですか。二人ズミって。あ、すいません。どこまで、もう奥の方まで。マジでマジで、ちょっともう、おい、そんな早いよ。やばい、それは。さすがに俺も初めてだよ。動画で初めて、びっくりしてる。そんなことあるね。やばい。俺のこと一番見たことある人だから。なんでも知ってる。あの上から下まで。そうですね。あの、やばい。やばいっすね。おもろいな。はい、ちょっと施術させていただきました。あの、セラピストですから。そうなんですよ。あの、天国に3回いざないました。3回。めちゃめちゃ有名ですよ。
ですよ、めちゃめちゃ有名です、はい、3回行ったの、3回も、ね、自己紹介した方がいいんですよ、はい、あ、すいません、一ノ瀬ラムでデリヘル女王をさせていただきます、ね、あと、単体の AV 女優させていただきます、はい、こんにちは、業界ではめちゃくちゃ有名です、有名です、もちろん、それは有名です、もちろん、はい、これはちょっと腹を起こす、うわー、間違いない、すごいな、だって2人きりとかになったとしたら、そもさんだって何か間違い起こる、いや、ほんとにね、今日は手術あり、手術、まあまあまあ、手術ありやん、手術ありね、会話めっちゃスッキリしてるかもしれない、顔はね、途中で、途中、わかんないですよ、何が起こるから、まあまあ、まあ、確かにわかんないからね、うわー、すごい会やな、びっくりした、名人の緊張ほぐれてきた、もしかしたら名人もだから経験済み。ワンチャン言わないパターンの、まあ、そういうパターンもいるでしょ、まあ、可能性けど思ってて言ってないみたいな、あ、なるほどね、そっちの隠れキリシタンみたいな、あ、なるほど、でもサオ兄弟ってことね、あ、お邪魔します、お願いします、あ、寒かった、あ、寒かったですか、寒かった、ちょっと気合入れてきちゃった、あ、気合入ってます、はい、あ、こっち、こっちですか、はい、お邪魔しまーす、あれ、すごい、キーキーだ、キーキーだな、キーキー、あ、え、そう、どうもさ、え、そんな久しぶり、久しぶり、まさ、ちょっと待って待って待って、え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 、どういうことだ、そもそもお世話なとこだ、いや、これみんな知ってますよ、え、知ってますよ、はい、立花セリナさんです、おー、そもそも、あの、一等一等ですよ、俺は中のレジェンドですよ、俺は動画で多分名前出たことある、はいはいはい、はい、レジェンド、オブレジェンドです、ほんとに、レジェンド、オブレジェンド、オブレジェンド、確かに、貫禄が違いですよ、違う違う違う、あの、この人はほんとすごいです、ほんとマジで、いや、ほんとに撫でる、撫でられる、ちょっとこれはもうだ、僕初めて行った時です、ミッドと行った時、僕のもう開門した人です、で道を開いた人、ちょっと開いてくれた人です、僕の本当にそういう人多いですよ、だから、そうですね、バイトガイみたいなこと、開門、開門、まさかのだな、ま、いや、ビビったな、本当にやばいやばい、そのまさんの、まあ、ある種も童貞奪った人ってことですもんね、まあ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 、そんなに呼ぶってすごいっすよ、すごいわ、ちょっと気まずい俺今日決まった、俺こうやって分かったもんね、もうね、あ、マジでバカじゃん、最近はどうなんですか、最近、あの、行ってないです、はい、でも会いましたよね、最近、最近ね、え、あったの、なんだってるの、はい、ちょっとそれは言えないです、ちょっとね、ちょっとね、最高でしたか、相馬さん、最高も最高ですよ、最高、オブ最高、全部オブだ、オブが強いですね、最高も最高です、もう、本当にね、こう、いろんな男の、こう、性域をこじらせたと言っても過言じゃない、立場のオブセになるね、立場そこまで行ってるね、なるほどね、全部オフつけて、すごい人ですよ、本当に、あ、すいません、お願いします、お邪魔します、お願いします、あ、こんにちは、すごい、すごい、良すぎるやろ、すごい、身長、ただのスリッパなんですよ、大丈夫です、あ、大丈夫、ミスインターナショナル、すいません、え、すごっ、ミス、ミスインターナショナルクイーン中央プランでございます、真ん中に入る、やだ、すいません、高っ、進撃の巨人ぐらいあるんですもん、すごっ、すごっ、うわぁ、えぇ、いやぁ、いやぁ、えぇ、あ、すいません、だいぶやってんねん、だいぶやってんねん、やってんねん、やってんねん、むちゃ頑張ってんねん、こっちも、やっとる、やっとんねん、こっちも、いや、あんちゃ、ことの関西人、そうやるちゃ、おかまわせぶらなあかんねん、ほんま、いや、聞きれんよりはこっちに任せたらええねん、そうそうそう、ブスは、ブスは黙るな、働け、こびろ、こんにちは、すいません、ラジさん、カマカマチャンネルっていう、まあ、一応 YouTube やってるんですけども、ともちゃんって言います、よろしくお願いします、で、今回ちょっとミスインターナショナルクイーン2023の日本代表を選ばれました、すごい、すごい、なんかもうどうしよう、この中にいる、これ経験したやろ、もう、どういう気分やった、え、
もそうだそうだ、すごいなそれ、急に直しもうさ、私でかすぎてさ、もうほんま見えてへんねん、ほんまにごめんなさい、ほんまにそんなピーク来てん、そんなピーク来てん、ほんま誰がそんなことむちゃええやんそれ、むちゃええやんそれ、おかま好きやでそういうピンク、ということでよろしくお願いします。大阪の方なんですか。もうコテコテの大阪ですね。やだごめんごめんなさい、近所迷惑に打たれへん、大阪の方が気になる、やったことも知ってるんですか。知ってます、もう全員知ってます。嬉しいやな、YouTube 撮ったのが余計に知名人やったっけ、知名人どうしよう、どうもようわからんねん、ほんまようようようからん、いやおもろいな、ロケマサ画角の一番端っこ、ごめんねごめんね、やばいやごめんね、圧倒されすぎて徐々に距離負けたあかんねん、ほんまにごめんね、ほんまにごめんね、ごめんね、謝っとくわ一応。はい、全員揃ったんで一旦ちょっと並びますか。はいはい、ということで全員揃ったんで早速ね、今からチーム分けをしていきます。緊張する。やばい、受かるかな、やばい、怖い、どうしよう、なんか単独シーチやめて、お願い、誰かついて、お願いやから、一人はやめて、絶対通報されるから、一人はやめて。だから男性陣と女性陣でそれぞれグッパしてもらって、はい、2、3に分かれて5、5で、はい、男性陣と女性陣、全員男性ってこと、あ、違う、男性と女性陣、ここは女性なんで、うちら女やんか、女性やんか、女性どこおるの、女性やん、ちゃんとしてるの、言っていいよ、全然、もう全然いいね、いいね、そんなもん、それではグッパしてもらって、はい、合わせ、あー、分かりました。男性陣3人の方は3人、俺とミッキーと2人の方、じゃあ手挙げてもらっていいですか、はいはい、そこで分かれた方がいいですね、一旦じゃあここで5人で、はい、でこっちの5人で、はい、ということでチーム決定したんで、このチームで最初の目的地はボーリング場です。おー、はい、そこまで車で行ってボーリング楽しんで、はい、行きましょう、はい、はい、行きます、レッツゴー、お願いします。お願いします。自分のこと出さないように。これ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 。虚勢って。虚勢になっちゃう。あかんな。